私たちが千代パークを目指すことになったきっかけ、これはもう私たちの中では忘れることもできない平成20年の岩手宮城内陸地震、これがきっかけでした。この地震ではですね、市内でも死亡者、行方不明者、その以外にも民間施設や公共施設、あとはまあ道路とかそういったですね、公共施設にも大きな被害が生じました。震災から3年経過して、今度はですね、こういう被災のあった栗駒山麓崩落地の地形景観をですね、後世に残していこう、これをうまく活用して防災教育や学術研究、観光、こういったものに幅広くですね、活用していこうという考えから、ジオパークに取り組むことになったというのが、スタートです。まずジオパークの魅力をですね、来訪者に伝えていくためには、これはもちろんジオガイドの存在が必要となります。ということで、まず昨年度からですね、栗駒山麓ジオガイド養成講座ということで開催させていただきまして、昨年は55名の方が受講していただきました。でそのうちですね、一定のカリキュラムを修了した方々がですね、24名ということで、24名の方が初級の課程を修了したということになります。あとは子どもたちへの防災教育、ふるさと教育、こういったものもですね、ジオパーク推進協の中でですね、いろいろ計画をして、どんどん地域の子どもたちにも伝えていきたいというふうに考えております。今年度ですね、三陸ジオパーク構想が日本ジオパークに認定されました。同じですね、東北のジオパーク関係者としてですね、今年度もですね、私たちジオガイド養成講座の中で三陸の方にお邪魔しまして、震災ガイドの方の手法をですね、学ばせていただいたり、逆に三陸の方にもこちらに来ていただきまして、栗原市で取り組んでおります防災への取り組み、そういったものをですね、いろいろ学んでいただきました。このような形でですね、お互いのジオパークの向上のためにですね、どんどん意見を出し合いながら交流していきたいというふうに考えております。例えば私たちジオサイトの目玉であります新戸沢の地滑り、こういったものに関しましては数千年に一度という、そういう時間の中でですね、こういう崩落が栗原では何度も生じております。でここに来ればですね、そういう地球史、例えば奥羽山脈がこれから大きく変わろうとしているこの瞬間をですね、栗原のジオパークでは見ることができます。ぜひですね、栗原に来ていただきまして、そういう、地球史、奥羽山脈が大きく変わろうとしているですね、そういう瞬間を栗駒山麓ジオパーク構想で皆さんにぜひ体感していただきたいというふうに思っております。